ソロの墓園の墓はイエス・キリストがゴルゴタの丘で十字架系にあった後に葬られたキリストの墓とされる場所。エルサレム内城のすぐ北にある。イエスの墓と否定される著名な聖書としては、キウチの聖墳墓,墓教会がある。4世紀、コンスタンチヌスミカド時代に、エルサレムの城壁の西側のヤフホモン近くの場所が墓と否定され、その地に、 聖墳墓教会が建立された。これに対して以前から疑問が投げかけられていたが、19世紀になってプロテスタント教会の人々が城壁の北側のダマスカス門に近い城外の岩場の多いこの場所を否定した。20世紀前半にイギリスがパレスチナを統治した時代にそのの墓として多くの発掘と聖地がされて、その中でも ゴードン総督がこの地を推奨したことで有名である。現在では観光地にもなっている。ハットエンの墓、地球の歩き方良い霊子、イスラエル2013から2014、イスラエルザ・パレスチニアンテリトリス。ありがとうございます。